猫魔のいつも通りは前と違うっすよ。リエーフうんこ投げんだよ。だなんで長さわかんすか、ヤクさん。サイズじゃねえよ、時間だよ。じゃあ、どっかで会ったっけ。中学の1年生大会でお前んとこにボコボコにされたんでね。あっそう、覚えてねえわ。ところで俺を見下ろすな。少なくともこの試合中、多少まぐれでもリエフの持ち味が発揮される方がいい気がしてた。でもあいつはその上を行きやがったよ。お前、下手くそには下手くそって言ってやれよ、具体的にな。いや。